エイプリルフールでコスモピュエラが誕生する？に対するみんなの反応。UMA スターズ任務を終えた彼女たちが帰還する。彼女たちはコスモピュエラ。銀河の調和を保つ UMA スターズをめぐり、得意点へと旅立った選ばれし者。これは宇宙の遥かな闇に光を灯す、彼女たちの伝説。新しいユニット来たやん。世はまさに大宇宙時代。そう来たか。これスターウォーズだ。サイゲサーブルボンがロケットに乗れるんか？ブルボンにみんなが乗ればいいだろ。本当に綾部さんいた。スターウォーズだろう。タキオン何かあるっぽい言い方してたしな。ねえこれ何？謎生物はなんだ、モルモットか。右下イズ何？読めねえ。文字化け変換ツールいるやんけー。ブルボン矢印宇宙世紀だしわかる。ネオユニ矢印名前がユニバースだしわかる。アヤベ矢印星系の名前だしわかる。タキオン矢印科学者ポジだし名前も素粒子だからわかる。ビブロス矢印超時空シンデレラかな。かわいい。ネオタキオン。三つの首になりそう。ハロンニって誰だよ。俺らでしょ。コスモキュランダが中山2000ギニー勝つというサインと見ていいか？ビブロスとネオユニいるのめちゃくちゃ俺得だわ。ガハハ最高やで。産地がヤバくなりそうなやつおるんだが。右下タートルズにいなかったか？文字化けですなぁ。宇宙の法則が乱れそう。マジで何？爆笑してる。なんだこの脳みそ。これを思い出した。ネオアグネスタキオンってなんだよ。この読ませる気のねえ説明文はなんだ。コピーしてメモか何かに貼り付ければ普通の文になるな。これビブロスはなんか宇宙と関係あるの？セレブって宇宙目指しがちだから説異論みたいに。ビブロス矢印佐々木和弘矢印ベイスターズ？まさかね。ハロンニ君だけ平面なのがシュールすぎる。ミホのブルボンとかいう超兵器相手の宇宙船に当てれば確実に仕留められそう。文章こだわりすぎだろ。今のはえ。タキオンが進化すると名前にネオがつく法則？おおこれが。一瞬ネオユニが全裸に見えた。よかった仲間がいた。ハロンに CV 佐々木ひとみってもしかしてそういうことか？まとめ。ネオネオユニバース。星間中域にて上位存在によって誕生。得意点崩壊ネイキッドシンガラリティを食い止めることが己の存在意義と理解理覚醒する。コスモピュエラ指導にいち早く呼応し、ワープ能力を駆使して現れては消える。彼女の口から語れとのレシーブエラー。ネオアグネスタキオン。コスモピュエラのリーダー及び発起人。観測されることでしか確定しない未来において、果てしなく巨大な得意点崩壊ネイキッドシンガラリティを観測する。UMA スターズとは？銀河の調停者とは？知識の深淵に触れた時、物語は宇宙を巻き込む渦となっていく。彼女がコクピットに刻んだ数式は帰還の鍵となる。ビブロスネオ。DT2017 中域生まれで生粋の異星人。かつて莫大な予算を投じて作られた軌道エレベーターを行き来し、ラストオーダーの審判者として運命を握る。重力に囚われた彼女は姉妹スペースシスターズと。再び相まみえるため、コスモピュエラとして身を投じることとなる。彼女もまた残酷な運命に囚われたスペースジャーニーなのだ。ネオアドマイアベが、コスモピュエラの一員にして、ソーダッシュ。その正体は、宇宙海賊キャプテン SS の即女。UMA スターズへ至るきらめくコスモラインを読み取ることができる唯一の存在。凍てつく暗闇に飲まれ進むべき道を見失った時でも、必ず輝きを見つける。エーテルを操る能力エーテル念力によりたびたびピンチを救う。そう、彼女はエーテルスペースジャーニーなのだ。ミホのブルボン SJ。戦士文明により、コールドスリープされていたが、DY1992 中域火星の地質調査時により発見された。英語の時を過ごしたことにより、自我と知覚にズレが生じている。サイボーグのように極限の環境や宇宙空間でも活動が可能とされる。
UMA スターズでボディのアップデートを図るが、明かされたのはその身が生身であること。そして、自らを突き動かしていたのは偽りの記憶ということだった。彼女もまた時の牢獄に囚われたスペースジャーニーなのだ。ハロンに。とある科学者によって生み出されたマシンミュータント。正式名称ハロン型 USSJ タイプ2。元は超知能生命体であったが、ある事件に巻き込まれた際に瀕死の重傷を負ったところを助けられ一命を取り留めた。それ以前の詳しい出生は不明。コスモピュエラ発足時から UMA スターズへ導く存在として彼女らをサポートしてきた。彼の正体その核心に迫ろうとする者は、UMA スターズつなげるシグナルロスト。馬だけにホースってか。元ネタこれやろ。沢木ちゃん。スペースジャーニージュースってなん？なんってスペースジャーニージュースだが。MV で俺たちの戦いはこれから出してるのにしれっと帰還しとるんか。ダメだね、オタキオンの字面がもうキングギドラだ。昔福岡にスペースワールドっていう宇宙をテーマにした遊園地があってね、そこに体感型映像アトラクションがあったんだけど、それ思い出した。ネオアドマイアベが CV 佐々木ひとみ、ハロンに CV 佐々木ひとみ。ハロンにもしかして妹さん。何やってるのこの人は。空中航路コスモラインを読み取ってるんじゃね。これでいつでもネオタキオンを呼ぶことができは？あららぁ、ミザチュアンちょっといけてないんじゃない？ハロンに爆散してるやんけ。シューティングゲームにありがちなでかい脳みそ丸出しのやつやん。ナルト走りやめろ。あやべさんまで触覚つけてんのおもろすぎる。もしかしてだけどパカスペースってこれの伏線だった？勝負服の方が露出度高いブルボン。あやべさんが楽しそうで俺は嬉しいよ。タキオンのセリフに意味があったりなかったりがこんな早く回収されるとは思ってなかった。これ、キャラの説明をコピペすると読める文にするの、こことか X でペタペタ貼られてこの道の概念を拡散させるための再現の策なんだろう。だてに広告会社やってないわ、サイバーエージェント。昔の洋画の子供部屋に貼ってるポスターみてえなデザイン。なんで青色が二人おるねん。これがホースの暗黒面ってやつかよ。去年はネタ感なくてイマイチだったからこのくらい毎回はっちゃけてほしいな。レース関係ある？これから関係ができるんだよ、宇宙とレースのよ。PV のラストの方みんなで走ってただろ？ DT2017 中域 TY1992 中域数字がクラシック世代なのはわかるけどアルファベットはなんだ？ドバイターフ、東京優駿、じゃない？ビブロス2016クラシックだったわ、それであってそう。イヤホンと何してんの？元ネタはこれか？このシーンで一応馬娘だから走っててよかったって思った。シリウスいないのなぜ？あの人恥ずかしい云々は別に気にしないけど、トンチキなことはわけもなくやる人じゃないから。それはわかってるけど、ガンダムなブルボン、高速プリンセスタキオン、宇宙の心ネオユニ、星モチーフ綾部さんと揃えておいて天狼星って言われるシリウスいないのが腑に落ちない。来年以降でイケメントンチキ集団の一員として採用される予定でもあるのかもしれない。この企画がどれだけ嘘にまみれていてもポニテユニバースだけは嘘で終わらせてはならない。実装しろ実装しろ。これが馬娘版ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーですか。トンチキでめっちゃ笑った綾部さんが楽しそうで何よりだし、ブルボンの供給がこんなとこで来ると思ってなかったから超嬉しい。スペースジャーニーってなんだよ。タキアヤ来てる。ファミチキください。文字コード文字化けとか古のネットの民にしか通用しないギミックを宇宙船もタートル号っぽいし、おじさんしか反応できんやんけ実主。つか手の込んだことやってんなー。これクリップボードへのコピーにフックして文字化けしてない正規のデータを代わりにクリップボードに突っ込むようにしてんのか、無駄な技術すぎる。今年のゴールデンウィークはギャラクシーウィーク読みだったんだけどこっちできたかー。まずいね、おユニが可愛いことがバレてしまう。俺さ、綾部さんの育成ストーリーがシリアスすぎて真面目な別衣装しかないと思ってたんだよね。なんか大丈夫そうだわ。宇宙やばい。パーカープレゼント20枚は激レアすぎる。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。